招待してくれてありがとう。ここにいると煩雑な政務を忘れることができて、さらに美しい星空も楽しめる。とても満足してるの。一緒にあれだけのことを経験したのに、私はまだ星宮列車の背景をあまり知らない。機会があればまたここに来たいと思ってる。そうなの？確かに美月も自分の過去を覚えていないようだった。列車の乗員は皆神秘的な背景を持っている気がする。窓の外の宇宙を眺めるのは大好き。幻想的で奥深い景色だし、少しロマンチックだから、いつの日かベロブルグの子供たちも私みたいに星空を間近に感じられるようになったらいいのに。あ、もし用事があるなら私のことは気にしないで。私はもう少しこの景色を眺めていたいだけだから。出発する前に今回の旅の目的をはっきりさせておこう。性格ハンターの言うことは信じがたいが、今回の泉州の旅で最も重要なのは、食べることばかり考えないでよね。綺麗な場所の写真だっていっぱい撮らないと。性格ハンターには別の意図もあるはずだ。しかし彼らの評判とカフカの言葉を考えると、泉州に性格があるのは間違いないだろう。同盟と列車には交流があるわけじゃない。故に俺たちが歓迎されるとは限らないだろう。だが開拓者は利益を求める集団とは異なる。泉州に少しでも力を貸して問題を解決するまでだ。このことを心に留め、探索、理解、構築、連携を実行しよう。えい、えい、おー。ああ、出発だ。すごい、コンテナだらけで遠くが見えないね。ここって外から来た人が着陸する場所じゃないよね。荷物を下ろすドックかな。誰がここに誘導したんだろう。こんなに広い空港なのに誰もいないのってなんか不気味かも。もうそれ以上言わないで。ホラー映画だったらこのタイミングで現れる人物が黒幕で間違いないよね。ようおじちゃんどうする。玉海門を開けてくれた人を探すことから始めよう。もしその人に何か企みがあるのなら、俺たちの手間が省けたことになる。もしただの担当者だった場合は、ここで何が起こったのかを聞こう。そうだよ、幼児ちゃんはいろんな困難を乗り越えてきたんだから、こんなの序の口だよ。行こう、警戒を怠るなよ。は？この先に。傷が深い、喋るな。なのか、六層氷を使って傷口の緊急止血を。凍傷させないようにコントロールに気をつけてくれ。任せてよ。先ほどまで近くで激しい戦闘があったようだ。道中に生存者がいないか注意してくれ。
あっちこっちに怪我人がいるよ。周囲に残された痕跡からして一般人は殺されていないようだ。泉州は脅威と戦うための兵士だけを残して他の人を空港から避難させたようだ。だがこの侵食を受けたモンスターたちは一体。すみません、お三方、ご助力ください。ありがとうございます。英雄、美女を救うですね。それってうちらが言うセリフじゃない？普通自分で美女って言う？ショーク大佐、君らはこの力についてな生と死、君らに選ぶ余地はない。正義はここにあり。一気に片付けましょう。は任せろ。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。覚悟しろ。せっけっ、はじめよう。帝雲様、魔音の実はすでに消えました。しかし付近にはどんな危険が潜んでいるか分かりません。状況は楽観できないかと。早く天白市に戻りましょう。はいはい、分かっていますよ。でも恩人方にまだ感謝を伝えておりません。立ち去るのは失礼じゃないですか。私はラフ天白市の商団の帝雲です。皆様の尊名を聞いてもよろしいでしょうか。尊名ってさすがに大げさでしょう。うちは美月なのか、この人は陽子ちゃんじゃなくてベルト陽さん、それからこっちも。あら、銀河ダッシャ、かっこいいお名前ですね。この人は気にしなくていいよ。いつも自己紹介でふざけるんだから。もっと早く言ってよ、自己紹介しちゃったじゃん。なるほど、お助けいただきありがとうございました。でも聖査会は全面封鎖されているはず。先週のものではない皆様がここで何をされているのですか？納得できる説明がない場合、こちらの怖い運気軍の方々にエスコートされることになりますが。俺たちはずっとこちらの空港に停泊したいと呼びかけていたんだ。最初は何の反応もなかったんだが、突然誰かが玉開門を開けてくれてな。泉州に降り立った後は人を見かけなかったから、誰かいないかとここまで来たところだ。ありえません。私の船が最後に入港した後、玉開門は閉じられ、帝伯氏は聖査会を完全に封鎖しました。俺は嘘は言っていない。玉開門の開閉記録を確認すればわかるだろう。門を開けた人が何も言わなかったから、俺たちも訳がわからないんだ。皆様は請求列車の？俺たちを知っているのか？もちろん知っています。皆様は訪れる時期を誤りましたね。今泉州では予想外のことが起き、お客様をもてなすことができません。それどころか
観光も治療もビジネスも何もできない状況です。安全を考慮して皆様は早急に聖査会の中枢に避難した方がいいでしょう。天白氏のトップである玉空様のもとに案内し、判断は彼女に任せようと思います。先週で起きたことについて俺たちも少しは把握している。テウンさん、俺たちは泉州にある性格の封印を手伝うために来たんだ。助けていただいた時から皆様は善人だと思っておりました。しかし私にはどうにもできません。皆様は部外者です。玉空様の許可がない限り誰も好き勝手にはできません。ですが心配なさらないでください。玉空様はお優しい方ですので、ついてきてください。さっきのモンスターたちは？彼らはモンスターじゃない。モンスターではありません。あれは魔音の実です。少し皆様に手伝ってほしいことがあります。え、手伝う？うちはやらないからね。気をつけないとすぐに運気軍のお兄さんがうちらを取り押さえるんでしょ。ああ、さっきのは私の失言です。本気にしないでください。ほら、この先の道が塞がれていますでしょ。おそらく駐屯していた兵士がコンテナを集めてバリケードにしたみたいです。ご冗談を。こんな大きなコンテナ、ここにいる全員で押しても動きませんよ。皆様の力を甘く見ているわけではありません。ただ何かの拍子でぎっくり腰にでもなられたら悔やんでも悔やみきれませんから。私の記憶が正しければ気玉棒のコンテナは操作台を使って移動させることができます。皆様が操作台を見つけて操作してくれれば私たちは先に進めます。どうです？簡単でしょ。やはりこのような障害、皆様にとってはなんてことはないのですね。ここさえ抜ければ聖査会にある船に乗れます。安全な場所に着けばコソコソする必要はなくなりますよ。はあ、ここまで大変な道のりでしたね。尻尾の毛もかなり抜けちゃいました。私の綺麗な尻尾が。想定外の出来事の連続ではありましたが、なんとかなりました。皆様、これが私の行っていた船ですよ。皆様の手を煩わせる必要はありません。節都市として精査の操作は必ず身につけなければいけないスキルですので。心配なんてしてなかったけど、彼女の自信満々な姿を見たら逆に不安になってきた。しっかり座っていてくださいね。出発しますよ。では私が天白氏を代表して挨拶させていただきますね。皆様、
星砂界へようこそ。ラフ泉州の空域、航行、貿易に関することはすべて六氏からなる天白氏が行っています。さすが、なんちゃら都市。そういう話をしてるとなんだかすごいオーラがあるね。いえいえ、私はここを訪れる商人をお迎えするのが仕事ですから、こういうかしこまった場面では必ず何か言う必要があるんですよ。とにかくここまで来れば安全です。本来なら皆様を案内すべきなのですが、現在は非常時。まずは四神宮に行き、玉空様に皆様の来訪を報告します。四神宮？見えますか？ここで最も高い建物です。あそこが天白氏の本部となります。早速行きましょう。あら、急いでいませんよ。ただ玉空様に責められたら、私はその責任を負いきれませんから。なんで怖がるの？優しい人だって言ってたよね。六氏に謁見するのなら準備が必要だ。帝雲さん、俺たちに逃げる気はない。先に報告に行ってくれないか。俺たちは後から向かい、四神宮の入り口で待っているよ。わかりました。帝雲さんのペースについていけずに俺が置いていかれるとは。暇な時間が長すぎたせいか。今のうちに一息つこう。これがゆっくりできる最後の時間だろうからな。狡猾というほどではないが、彼女は常に利益になるかどうかを優先して考えているようだ。正体不明の不審者に遭遇したら警戒するのは賢明な判断と言える。その後の慌ただしさは、彼女が責任を取ることを恐れ、俺たちを早く上層部に任せようと考えたからだろう。何も敵対するわけじゃない、安心しろ。俺たちに後ろめたいことはないんだ。何も怖がる必要はない。ベロブルグでもうちらに後ろめたいところはなかったよ。少し落ち着け。前もって注意しておくが、これから謁見だ。気を緩めず真面目に受け答えするんだぞ。幼児ちゃんは今回の謁見でベロブルグの時みたいなことを繰り返さないか心配してるの？それはない。泉州同盟はそんな無礼なことをしないだろう。だが玉空という人物は俺たちに多くのことを問うはず。なぜ俺たちがこのタイミングで泉州に来たのか、俺たちはどうやって性格を知ったのか、誰が俺たちに情報を提供したのか、返答に気をつけなければ警戒心や敵意を持たれてしまうはずだ。行動するのがかなり難しくなってしまう。やばいね。うちも彼女も口がうまい方じゃないし、気を抜いたら間違ったことを言っちゃいそう。うちらのことを性格ハンターの仲間だと思われたらどうしよう。同盟だけじゃなくて、うちだって性格ハンターのことを信じてないのに。君の言う通りだ。変にごまかそうとすれば逆に怪しまれるだろう。案ずるより産むが易しだ。心配するな。受け答えは俺がしよう。
大丈夫、きっと乗り越えられるわ。